アメデオ・ディ・サボヤ・アオスタは、イタリアの旧王族。2006年7月7日より、旧イタリア王家である、サボイ,アイエイエ朝の地位を主張し、それまでの儀礼称号であった、アオスタ公に変えて、サボイヤ公を名乗った。また、第二次世界大戦中に短期間存在した、クロアチア独立国の王位請求者でもあり、クロアチア王位の相続人としては、ズボニミル・ニセイと名乗っている。 アメデオサボイヤ家の家系図スポレート公を呼び、第四代アオスタ公、アイモーネと、その妻のギリシャ王女イレーネとの間の一人息子として、フィレンツェのビラデッラ・チステルナで生まれた。父アイモーネは、数軸国が建国した、傀儡国家クロアチア独立国の名目上の国王、トミスラブ二世となっていた。アメデオが生まれる三週間前に、イタリアは連合国に降伏していた。 イタリアの同盟国だったドイツはイタリアを占領するべく進攻を開始した。生まれたばかりのアメデオは母、おば、二人の重子と一緒にドイツ軍に捕らえられ、オーストリアの強制収容所に送り込まれたが、後に連合国軍によって解放された。1948年に父が死去すると4歳で第5代アオスタ公爵。 システルナ及びベルリグアルドの公、家、ボゲーラ公爵、ポンデラーの伯爵の爵位を継承した。ベネツィアのモロシーニ海軍士官学校を卒業後、イギリスに留学した。さらに帰国して、リボルの海軍大学に入学、同校を卒業して、イタリア海軍に士官として入隊した。現在、トスカーナ地方の都市カスティリオンフィボッキの郊外にあるサンロッコ村で、 二番目の妻シルビアと一緒に暮らしている。アメデオは農業関係の幅広い事業に携わっており、自らの加盟を冠したワイン、ビーニサボイアオスタを製造、販売してもいる。2003年から2006年まではナポリ湾に浮かぶビバラ等の環境保護活動を行う団体の総裁を務めていた。後に対立することになるアメデオと元王大使、 ビットーリオエマヌエーレ2006年7月7日、アメデオは自分がサボイアイエイレ長でありサボイア公であるとの宣言を行った。この宣言は元王大使であるビットーリオエマヌエーレが逮捕された直後に行われた。アメデオの主張するところではビットーリオエマヌエーレ元王大使は1971年に 不ウンベルト2世の許しを得ずに結婚をした時点で、イタリア王家の家督相続者としての地位を喪失していたという。これに対して、ビットーリオ・エマヌエーレとその息子、エマヌエーレ・フィリベルトは、司法の場に訴えて、アメデオにサボイア公の称号を使うのを止めさせようと動いた。この件に関する最初の審理は2008年6月6日に開かれた。 王政支持者組織である、イタリア王国元老院会議の総裁である、アルドアレスサンドロモラは、アメデオの主張を支持したが、これに同調した、元老院メンバーは、62人中わずかに9人であった。アメデオの支持者の中には、ビットリオエマヌエーレの実妹であるマリーア・ガブリエラ、元王女がいる。 ただし、アメデオによる、イタリア王家課長くらいの請求は、元王大,大使であるビットーリオエマヌエーレを支持する、君主制支持者たちから非難を受けてもいる。その後、ビットーリオエマヌエーレは、イタリア共和国政府との間に協定を結び、王政復古の否定を宣言することと引き換えに、イタリアへ帰還する権利を得た。しかし、王政復古の否定は、 ビットーリオエマヌエーレとアオスタ派との対立を決定的にし、両者の対立は、イタリアの王党派組織を巻き込んだものにまで発展していった。2004年5月21日、スペインのフェリペ王大使とレティシア妃の結婚式に招待されたアメデオは、晩餐会の席上で、ビットーリオエマヌエーレと口論となった。結婚したビットーリオエマヌエーレは、アメデオの顔面を殴り飛ばし、 アメデオは鼻血を出してその場に倒れ、階段を転げ落ちた。アメデオは、ウンベルト2世から聖アヌンツィアータ騎士団の騎士に助せられているほか、聖マウリッツィオ・ラザロ勲章の最高勲章を受章しており、さらに聖ヨハネ騎士団の名誉騎士でもある。また、マリリアーノ、パンテレリーやア、アベトーネの三都市の名誉市民となっている。 1964年成婚時に撮影された、アメデオとクロード比1964年7月22日、オルレアニストのフランス王位請求者パリ伯爵、アンリの後ジョクロードと結婚した。夫妻は3人の子女を設けた。1976年に、アメデオとクラウディアは、正式に別居した。夫妻の民事離婚は1982年4月26日に、 成立したが、カトリック教会による、婚姻無効の成立は1987年1月8日まで、待たねばならなかった。1987年3月30日、レッジョバンニ公爵、ヴィンチェンツォ・パテルノ・ディスペダロットの娘シルビアと再婚した。シルビアとの間に子供はない。インチサ・デッダ・ロチェッタ公爵夫人、ネリーナとの間にピエロ・インチサ・デッダ・ロチェッタという、 ひ着室子を設けている。ピエロは、公爵夫人の夫の姓を名乗っている。またキアラ・バン・エリン・フイツェンとの間にも、ジネブラというひ着室の娘を設けている。ジネブラはダウン症であった。アメデオは、ジネブラが生まれる前は、娘が生まれたらすぐに認知して養育費を与えることを、母親に約束していたが、約束を履行せずに、子供の DNA 型鑑定を要求した。 鑑定の結果、アメデオは、生まれた子供の父親だと確定した。結局、アメデオは、ジネブラを認知したが、裁判所の命令が下るまで養育費を支払わなかった。ありがとうございます。